皆さんこんにちは、 TI プレイヤーの翔です。本日より TI リクルートメントチャレンジ 4.0 を開催いたします。今回募集するのはバトルフィールド4のプレイヤーエディターとなります。募集要項は動画内の記載および RC4.0 詳細ドキュメントに記載の通りとなりますので、まずは必ずそちらを参照いただきますようお願いいたします。私からはいくつか注意点を説明させていただきます。まずまとめた動画は必ず無編集にすること。またクリップの順番ですが、先頭にベストクリップ3つ、その後は質の高いクリップほど先頭に持ってくるように留意願います。またプレイステーション4の参加者向けにはなりますが、 RC で提出するクリップは PS4 シェアで録画したクリップでも問題ございません。しかし採用後はキャプチャーボードの購入が必須となりますので、あらかじめご認識のほどお願いいたします。クリップの内容や基準につきましては、参加表明された方に直接ご連絡いたします。なおプレイヤーは他のモンタージュチームとの掛け持ちは不可となりますので、あらかじめご了承願います。重ねて申し上げますが、 RC 参加手順や詳細につきましては投稿者コメント欄に添付されております。RC4.0 詳細ドキュメントを参照ください。皆さんこんにちは、 TI エディターのレイブンです。エディターに関しても募集要項は動画内の記載および RC4.0 詳細ドキュメントに記載の通りとなりますので、必ずそちらを参照いただきますようお願いいたします。いくつか補足いたしますと、エディターはモンタージュチームの掛け持ちを許可しております。また PC 版向きにはなりますが、現在 Windows 10ユーザーについてシネマティックツールモッドに不具合が発生しております。お手数ですが、モッドに不具合がある方は完成者モード等でシネマティック撮影いただきますようお願いいたします。以上、簡単ですが RC4.0 についてお伝えさせていただきました。追加で不明点などございましたら TI シネマの Yahoo メールにてご紹介いただきますようお願いいたします。期限は来年の1月12日までとなります。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。